冒頭でご紹介しましたが、杉岡が湘南から加入を期限付きでしたというような状況になっています。今日早速残民牛安井、こういったところが怪我で戦列は離れています。長藤、そして小池龍太、さらには榊原、渡辺大輝、こういったところが怪我で戦列は離れているという状況です。ゆくり足の笛が鳴りました。前半は左にエンド、青を基調としたシャツが FC 町田ゼルビア、そして右から左へと攻めていきます。白いシャツに青のショートパンツが、中にアンデルソン・ロペス、左に天野高い位置、中盤もっと押し上げていいな。マテウスからエベル、ここから打っていく、ディフレクトしてキーパー谷へ、さあここは山手入っていく、左サイドエベルを使っていく、エベル対望月、中に入るカットイン、持っていきながらここから振っていく、ブロック障子、お PK、 PK だ、今ハンド取ったんですね。改めて今のシーンですが、最初のところだな、ね、ヘディングの前のここだ、ああ左手か、なるほど、下田の左手ですね、庄司ではなかったですよね、庄司、うんね、はヘディングなんだよね、ちょっと位置も若干やはり高く、アンデルソン・ロベス落ち着いています。2、3回やったね今ねうまくタイミング外しましたね。ですね、どうもしっかり、さあ山田ですから中に持っていきます。渡辺からエウベル、うん、さあ加藤蓮クロスを入れる、面白い、バーサイド押し込んだ、バーで天野が押し込みました、追加点、エクマリノス、見事だね、はい、崩しました、見事に崩しました、エクマリノスです、追加点、ここ5試合で1失点の町田から早い時間、前半のうちに2得点です、 F マリノス。今のもやはりサイドの選手にサイドバックが釣り出され、このセンターバックにねプレーさせてるよね。さあそしてここで前半終了の笛が吹かれました。2点 F マリノスリードという形になりましたが、松木さん、前半いかがだったでしょうか。まあ、これで右にバスケスバイロン、左にナサンホ、そして左サイドバックで杉岡という形になるかと思いますが、後半がスタートしました。後半は右にエンド、青いシャツが FC 町田ゼルビア流れていって、さあ杉岡のクロス、バスケスバイロン、下田も追い越してからシュート選択、抜いていきましたが枠の外、ゴールキックです。あ、それコーナーですか、ヘディングシュート、アンデルソン・ロペス、これは惜しくもバーの上、チョス、長島持っていく、うん、あちょっと流れていきましたが、まだあります、バスケスバイロン、望月も今上がっていきます、おー、ボゲットを取った、先頭から中へゴール、あーっと、いないか、宮市もサポーターに行っていて逆サイドを見ていた、西村から山手瀬、山手瀬縦に仕掛ける、仕掛けてゴーッと狙ったね、今グランダーのクロスだと思うんですよね。さあそしてこのセットプレー、少し時間が空きましたけれども、町田は下田からのボール、ファーサイド望月飛び込んでいった、今日はもうセットプレーターゲットですね。そうですね、たくないですよね。そうですよね。ここはすぐに入れて、そして下田からも来た。すごい、リチェルデューク。ここもしてやったり、変化をつけてきました。FC 町田ゼルビア。これがあります町田。いやー、ナイスヘッドだね今。カウルトリックだよね。カウルトリックですよ。とか近くで助言したのもんですよね、早く投げろって、はいはい、その瞬間にね、落ち着いてやめます、少し距離はありますが、柔らかいボール、ーこのセカンド打った、ブロックでコーナー、足目のまだ吹かない、そしてドレシビッチが入れていく、持ち続き上がっている、このセカンドボール、ここで長い笛、クエル監督